ドローン攻撃したらロボットが敵対するんだ。あー、サドルナイトね。誰かいる。おい、誰かいるぞ。誰かいるぞ。ちょっとお水取ってきていい？俺も給水しよう。何？わ、これ死ぬ？あ、誰？出る方かと思った。誰誰誰？誰？あ、マサルくんだ！ごめん、マサルくん、違う違う、マサルくん、ごめん、違う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 、お肉あげようね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 、やっちゃった。え？え、こんがり肉を入手した。え、入手？こんがり肉もらっちゃった、ありがとうございます。あ、俺テイムされたってことこれ。あ、昏睡され、昏睡中に肉を食わされたから、俺はこれは好き、好きになっちゃう。誰誰かわかんないけど、ダメ、そんなことしたら俺好きになっちゃう。あ、好き、あー、こん、どうしてくれるんですか。あ、お肉だ。どういうメンタルになってるんだ。謝られた。好きになってください。好きになりました。好き、やったー、やった、テーム完了。テーム完了。マサルくんも中立にしとくか。すごい、なんかいきなり眠らせて好きになられたって、なんか催眠やってる気分だな。催眠の何かをやっている気分になる。じゃあ無抵抗にしよう。そうか、無抵抗の方がええか。それならそれなら無抵抗やな。やべえ、私はオネショタは自分が介入しない派のオネショタ好きだと言ったけど、私が介入してしまった今。やべえ、自分の性癖に嘘をついてしまうことになる。やだやだ、私はオネショタを眺める側になるんだい。やだやだ。いやー、友達になれって殴られてる時のペットの気持ちが分かった。こういう感じだったんですね。おい、ニュイさんの所有物になっちゃったよ。テーム完了されちった。何かニュイさんがね、困ってたら助けに行くしかないね。え、てか他人のさ、カバンに荷物って勝手に入れられるの？昏睡させたらさ、渡せるってことは、じゃあうんち渡せるってこと？なるほど。昏睡させてうんこを入れて、あ、無理やり口に入れさせることもできるんですね。あ、俺その蛮族にしようかな。俺にできる嫌がらせは多分そういう感じだから。え、でもうんちじゃないよ、チョコレートです。ちゃんと工場作るから、あの恐竜準備していっぱいチョコレートを生産するの。俺工場長になるの。ただ拾ってきたうんちじゃないから、ちゃんと手作りするチョコだから。